皆さんこんにちは、元柏正樹です。本日はですね、以前からご紹介しておりますネットギアの Wi-Fi ルーターナイトホーク RAX200 をですね、実際に使っている方のインタビューをします。今回早速こちらの会社にやってきましたので、この会社の中にですね、実際に使ってらっしゃる方がいるので、早速伺ってみようと思うぜ。失礼します。失礼します。あら、思った以上に広くて大きくて綺麗なオフィスだ。こいつは見えますか、あちらに実際に使われているナイトホーク RX を使われている方がいらっしゃるということで伺っていきましょう。はい、こんにちは。今回、インタビューに答えてくださる方はこちらの方です。自己紹介お願いします。ガゼモと申します。よろしくお願いします。ガゼモさんでございます。ガゼモさんはですね、ネットギアジャパンのYouTube チャンネルの動画にございますラブコネクトという映画と VTuber 渚という映画監督をされていらっしゃることでして、今回インタビューが実現しました。ありがとうございます。よろしくお願いします。大丈夫ですか、このテンションの差は。大丈夫です。大丈夫です。連絡来てますけど大丈夫ですか。いやいや、お願いしますということで、実際にですね、こちらにございますナイトホーク RAX200 を使っていただいたということなんで、使ってみた感想というものをですね、これからお聞きしようと思いますので、最後までぜひ動画を見てください。よろしくお願いします。はい、ということで改めて、今回ガゼボさんにナイトホーク RAX200 を実際に使っていただいた感想をですね、正直にお伺いしていこうかなと思うんですけども、まずガゼボさんの、利用状況を教えていただけますか。家で、マンションなんですけど、マンション、はい、奥さんと2人暮らしで、はい、2人ともつなげてるのはパソコン、お互いのパソコンと、あと、モバイルデバイス、はい、スマホ、お互いのスマホ、あとはテレビとか、あ、テレビ、あとアンプ、はい、アンプもつながってるんですけど、はい、音楽やられてます、ね、そうですね、そこら辺ですね、結構つながってます。結構つながってる、そうです。かなりじゃあ接続数が多いということなんですけれども、ズバリナイトホーク RAX に変えてから結果良かったか悪かったか、どっちですか。でも結論から言うとすごい良かった。良かった。ああ、良かった。家に持ってきました、はい、古いもあのなんだルーターと、はいはい、取り替えました。変える前と変えた後、単純に測ったんですけど、どのくらい差があるのかな。ああ、実際に測ってくださったんですか。もう約2倍ですよね。ええー、ちょっともう結構ね、3、4年前のルーター使ってたんで、はいはい、それだからかもしれないですけど、はい、単純にそれでもびっくりしましたね、感激。実際にその測った数値っていうのを後で教えていただけるはい、ですか。あの、取ってあります。あ、取ってあります。じゃあ早速それを今見てみましょう。ということでですね、実際にガゼボさんがですね、ご自宅で古い Wi-Fi ルーターからナイトホーク RAX200 に変えた時のネットの速度の差をですね、取っていただいているということなので、早速見せていただきましょう。お願いします。じゃじゃん。じゃじゃんってことです。もうちょっとこっちでいいですか。はい、はいはい、これがもともと家にあったルーターで最後に調べたソフトですね、はいはい、まあもうこれでもね結構早い、そんなに、はい、これがダウンロードですよね、見えますか。42Mbps、 アップロード上りのスピードが 26Mbps、 これが、今まで使ってた古い Wi-Fi ルーターの、はい、上り下りの速度。実際にじゃあその後このナイトホーク RAX200 に変えたらどうなったんですか。ドドンと、あ、すげえ、 92Mbps、 はい、2倍、下りが2倍だ。これ変えただけですからね。変えただけでですか。変えただけで。すげえ。あ、これで見てください。ちょっと見えるか、これ。アップロードが 79Mbps ってことは、さっき25ぐらいだったから、3倍？あ、3倍ですね。そうですね。約3倍ぐらい。アップロードめちゃくちゃ速い。すごー。制作のお仕事はやっぱされてますから、大きなね、こうデータの送受信っていうのがかなりやられてると思うんですよ、ね。動画データですごい重いんで。ですよね。アップロードが早いのはすごい助かります。あー、だから、例えば仕事でこの何日までにこの完成品を届けなきゃいけないっていう時とかも、やっぱネット上でデータを送らなきゃ、映像データを送らなきゃいけないから、そういった時にやっぱ早い方が助かるってことですよね。でもこれあるんですよ、 Wi-Fi6 だともっと速くなるんですよね。そうなんです、 Wi-Fi6 だともっと速くなる。今回ガゼボさんに、撮っていただいたものが Wi-Fi5 の規格での速度の上り下りだったので、もしですね Wi-Fi6 の規格で使うとなるともっと早く、どれくらい早く、
もうね、各駅で各駅と新幹線くらいのマジですか？感じかな。めちゃくちゃ早いじゃないですか。あ、そうですね。もう徒歩か、ロープウェイか、ロープウェイかかな。ちょっとそんな差は出ないかな。ここでね、いいボケの例えが浮かばないっていうことはやっぱり芸人が向いてなかったっていうことでしょう。はい、ということで実際に速度がかなり変わったということもあるんですけれども、もうちょっとなんか具体的に使ってみてこういったところが解消されたとか、なんかそういうエピソードはございますか？夜中結構元の前のルーターだと回線がすごい遅くなるんですよ。毎晩のように1メガ以下とかになっちゃって、はいはい、何もできないみたいな、はいはい、寝るかみたいな感じでなっちゃってたんですけど、まあ寝るしかないですね。もう遅くなった時はこう電源を抜き差しして1回リセットするとちょっと回復する時もあるみたいな、はあはあはあ、そんな感じだったんですけど、はいはい、それ変えたら、はい、それなくなったんですよね。へえ、どういう仕組みなんですかね。なんですかね。だからもう多分ですけど、その古い今まで使ってたその Wi-Fi ルーターというのが、まあ、その処理しきれずに、ちょっとパンクみたいな感じになってしまったのが、まあ、今回この新しいナイトホーク RX は、まあ、優等生ですから、そこがうまく解消されたんじゃないかなっていうのが考えられますよね。優等生だなお前な。かっこいいですからね、形が。それと、そう、確かにかっこいいですよね。そう思いません？皆さん。置きたいルーター。置きたいルーター。男心は、ね、そう。ここね、ここ。ガシャー。あー、そう。変形するんですよ。これ、そうなんですよ。ここかっこいいです。これ前回ですね、実はこのルーターを、あ、飛んでるわ。飛んでる。飛びそうでしょ。飛んでる。あの有名な SF 映画のあれみたいな。絶対ですね。絶対子供の頃それされてました。名前もね、ナイトホークだから、ね、あの鷹のホークですからね。そうです、ヨダカ。そうですよね。ヨダカですね。そうです。奥さん的にはちょっとこの見た目が、奥さんちょっとごついって言ってます。だから僕がなんかこうやってすごい一番いいところに置くと、そっとなんか下の方に置くんですよ。どこにあったと同じでしょうみたいなこと言われるんですけど、でもそういうことじゃないですよね。やっぱりそういうことじゃないんです。よく電波が届く、そうなんです、上の方にあった方がいいんですよね。そうなんです。こちら の、 あのナイトフォークですよ、実は僕前回ですねネットギアさんに許可を得てその解体をしたんですけど、簡単に言うとここにアンテナがついて入ってまして、でそれがもう完璧な Wi-Fi の速度を実現するために最適な位置をもうあらかじめ設定してるんですよ。それをやっぱ知らずにここに何か物置いちゃったりとか障害物があったりする。こうなってたらダメってことでしょ。こうなっちゃうとダメ。それをこう起こしてくれる、しっかり立てる、これがいいってことですね。そうそう。でもそれを奥さんは、うん、よしとしない。奥さんもこうやってこう畳んで、これなんかこうそっと入るようなところに入れようとするから、もうそれはダメだ。それはかなりリアルな感想ですよね。ご夫婦での奥問題っていうのももしかしたらあるかもしれません。ということで以上、実際にナイトホーク RAX200 を使っている方のインタビュー動画でした。ガゼボさんはやっぱその動画制作とか映像制作とかされているので、古い今まで使っていた Wi-Fi ルーターの場合だとルーターをわざわざこう抜き差しとかしていろいろ大変な思いをされていたそうなんですが、今回こちらに変えてそれが改善されただけでも大きくメリットを感じているということですし、実際にねその Wi-Fi ルーターを使っている方でルーターを抜き差ししなきゃいけないっていう思いをされている方も結構多いと思うので、もしですねこうネット遅いなとか速度おかしいなって思ってる方がいらっしゃったら、Wi-Fi ルーターをね一度ね、変えてみるとか購入しようかなっていうのを検討してみた方がおすすめかもしれません。最後にですね、まあ何かガゼボさんからちょっと Wi-Fi に関することがあればぜひご紹介してください。インターネットを遅いと思ってる人も、はい、今別にそんな不具合感じてないっていう人でも、はい、変えたら結構感激すると思うんで、はい、とりあえず変えてみることをね、はいはい、おすすめいたします。あとなんかちょっと言い忘れたんですけど、はいはい、結構ゲームとかもするんですけど、あ、はいはい、オンラインゲームとか、はいはい、PUBG とか、あ、はいはい、PUBG、前途中で落ちたりするのね、落ちたりとかめちゃくちゃ遅くなったりして動きがどなくなったりするともう本当にねカチンってくるんですよ。ゲームでやっぱ ね、その遅延が起きるとやっぱちょっと致命傷ですからね。 それがなくなりましたもん。そうなんだ。絶対それはもう間違いないと思います。ということでですね、今回改めましてナイトホーク RAX200 を実際に使ってみた方へのインタビューの動画、ガゼボさんでした。本日はありがとうございました。
ぜひですね、改めてまた Wi-Fi ルーターですね、検討してみたいとか、Wi-Fi ルーターの速度とか初めて知ったよとか、そういった方もね、気に入っていただけたらですね、高評価ボタンですとか、他にもですね、ショートコメディ風にですね、いろんな動画をですね、こちらのネットギアの YouTube 公式チャンネルで載せていますので、ぜひチェックしてみてください。以上、本柏正樹とガゼボ監督でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。